ということでですね、っていうと何かの続きみたいですね。はい、ちょっとですね、浜松、岩田っていうところ、静岡県ですね。本田宗一郎、ものづくり伝承館、そしてヤマハコミュニケーションプラザ、そして鈴木歴史館ってね、これパンフレットね。で、どこもね、ほら、無料なんですよ。で、こっちはほら、メーカーがやってね、これはメーカーで、これはあの NPO 法人がやってるんですけど、で、ねえ、こう見応えたっぷり。ね、はい、ありがとうございます。はい。まあ、例えばヤマハさんのはね、まあこういうね、カタログみたいなもんですけど、パンフレットをね、世界に広がる事業と製品1階。ね、1階はこんな風になって。で、2階は企業活動や製品の歴史。そして3階はコミュニケーションということですね。まあね、今はね、コロナのあれでちょっとあれかもしれませんが、一応ね、こんな感じになってるんですよ。ね、キーワードはコミュニケーションとかね。ライダーズコミュニケーションなんとかっていうのもありますからね。はい、まあ一応ね。ヤマハさんですね。岩田市にあるね、ヤマハのね。で、浜松の方には、ヤマハの楽器とかをね、作ってる、最初はなんかオルガンから始まったらしいですね、ヤマハさんはね。だからそっちがまあ本来の姿なのかもしれませんが、そっちにもね、あって。うん、はい。そしてこれ、鈴木さんね、鈴木歴史館っていうね、はい。鈴木プラザっていうね。はい、そして、まあ、一応ね、こんな風にね、なってます。まあ、とりあえずね、1階で、まず、ビデオを見る。ね、注意。そう。注意。注意のビデオを見る。そちらで見てください。ね。それから、見学してください。って、ね、お姉さんに言われて。わかりました。はい。はい。ね。そして、まず3階に行きます。そうすると、お客様と歩んだ歴史ということですね。一番最初、この折り機。ね。こっから始まったみたいなね。で、折り機から、で、まあ、途中から、まあ、バイク、車みたいなね、感じでずーっと行ってね。もう往年の、みんな大衆車なんでいいですよね。だからその当時だったら買えたかもしれないっていうものですよ。車とかバイクね。まあ多分当時その時生きてたら買ってたかもしれない。ね。そういうものがいっぱい並んでいる。これがね、鈴木さんのいいとこです。ヤマハさんの方はね、もうこれ買えない車両。これはもう一部の本当にお金持ちしか買えないようなものがね、飾ってありますから、ね、しかも金が持ってても金が買えないみたいなね、さらにそこで抽選みたいなね、あれがありますよ。はい、まあ、そして2階にね、世界のお客様へということでですね、製造のね、大体こんな感じで車とかね、バイクとかこう企画してどうのこうのとかね、そういうようなことが書かれているね、書かれているそういうことがこう展示されている感じになってるんですよね。はい、そう、開発ゾーンとか生産ゾーンね、っていうようなことですね。はい。で、演習コーナーっていうのがありまして、そこに演習の偉人たちの、あれがずっとこう、写真で書いてあります。はい。で、この中には、ヤマハの創業者だったり、トヨタの創業者だったり、ホンダの創業者だったり、そういう人たちがもう一緒に入ってるんですよ。ね。鈴木さんはいいですね。ね、はい。そして、ね、ホンダ宗一郎ものづくり伝承館。見てくださいよ。おやじさんが嬉しそうに、なんか乗ってますよ。ね、宗一郎ホンダ、クラフトマンシップセンター。ね。素晴らしい。さあ、これは読み物ですよ。これは読み物。読み物。ね。ほら。あ、ちなみに鈴木さんはどこなんですか？浜松市の南区。これ何て読むんですかね、増羅町って読むんですか、増える楽しい町ってことね。1301って。だから JR 東海道本線高塚駅のすぐ近くね。歴史館は線路沿いにあります。はい。ねえ、すごいですね。ね、はい。さあ、そんな感じでね、ちょっと読んでいきましょう。本田宗一郎。1906年から1991年まで、ね。ものづくりへの夢。大正の初め、浜松市の北部、天竜区三島、旧岩田郡、光明村とお読みするんですかね、うん、に、本田宗一郎という好奇心の塊のような少年がいた。初めて自動車が村にやってくると、後ろを追いかけ、曲芸飛行賞と聞きつけると、
20キロ離れた会場まで父親の自転車に三角乗りで駆けつけた。総一郎は後にいくつもの発明を重ねて一代で世界的な自動車メーカーホンダを築き上げた天才エンジニアである。ね、たまんないですね。たまんないですよね。本田宗一郎ものづくり伝承館は彼の出身地であり阪和市天竜区二俣町に建っています。建物は登録有形文化財として、文化庁に登録されているそうでございます。この、ね、このところね、はい、さあね、ここまでめくっていきますとね、施設の紹介はもちろん書かれていますね。でまあこれ多分こうたまに車両が入れ替わるみたいですね。はい、ホンダ C 型、あ、これありましたね。これ A 型、まあこの辺は置いてありました。あとまあ 100C100 ね。でここら辺のがちょっと変わるのかな。これ CB92 ですかね。 CB92 ずばあったような気がするかな。なんだろうこれわかんないね。まあいろいろありますよね。はい、さあそして、ホンダ宗一郎とホンダの歩みなんていうのがね書かれておりますよ。1906年ホンダ宗一郎、明治39年ですね。ホンダ宗一郎は生まれたということでございます。飛行機に憧れ自動車に夢を見た。素晴らしいですね。でこれね、三角乗りでって書いてあるじゃないですか。でうちのが聞きましょう、三角乗りって何。三角乗りってあれですよね、要はほら子供だから大人用の自転車乗れない届かないからフレームがダイヤモンド型にこういうフレームになってるから、ここの部分に足を入れてまたがないで、でこうやってやる。20キロ、その乗り方で20キロ、すごい。もう好奇心がね、できないですよね。皆さんは今も好奇心をお持ちですかね。1922年、大正11年、東京の自動車修理業アート商会へデッチ奉公ね、デッチ奉公から始まった自動車修理の道だそうでございますよ。1928年、昭和3年には浜松にアート商会の支店を設立したということでございます。それがこれなのかな、このね映像ありますけどね、はい、そして1936年、昭和11年にはピストンリング製造を目指し東海、正規重工業を設立したということでございます。ただやっぱり学校に行ってなかったっていうことでね、それで途中から学校行ったらしいですね。超高生としてね。1948年、昭和23年でございますね、ホンダ技研工業が設立ということでございます。ここからホンダね、ホンダのストーリーが本当のね、本当じゃない本来ね、始まっていく。すごいですね。そして今ではもう世界一ねと言っていいんじゃないですか。車の分野ではどうかわかんないですけど、まあオートバイの分野ではもう世界一であることはもう誰もがね認めるところじゃないですかね。はい、そして1949年にはあの藤沢武雄が常務として入社したと思います。ね、こちらね二人で写ってますけど、そして、ね、何を話してるんですかね。ね、1953年、昭和28年でございます。汎用製品事業を開始ということで、うちの持っている技術で農家を楽にしたいね、そういうことでございますよ。そして1954年、昭和29年には満東 TT レース出場宣言ね、なんかみかん箱木のね箱持ってきて置いて、そしていきなりそこに乗って満東 TT レースに出場するぞ、そして優勝するぞっていうようなことを言ったっていう話ですけどね、どうなんですか。調子悪そうなんですよね、はい、そして1963年、昭和38年です、待望の四輪進出をしたということですね。四輪をやるからには世界一でなければ出さないということで、翌64年には F1 レースに初参戦したということでございます。そして1964年というとですね、台湾にもね進出しまして、台湾で三洋、三洋工業ね、三洋とあとキムコ、クワンヤン工業、そちらに、ホンダの製品を、そこで作って台湾で販売するというようなことを始めたようでございます。はい、その当時のその、ね、写真、キムコの、動画にアバウトアスっていう動画がありますよね。そこにその写真出てきますので、よろしければ動画を見ていただければと思います。さりげなく宣伝ね、はい、1972年、昭和47年抵抗外 CVCC エンジンを発表、ね、CVCC は企業のためではなく社会的責任においてやるんだ
とうちの若い人たちが奮い立ったのでございますというふうに言ってございます。はい。そして1973年、昭和48年にはですね、社長を退任と、取締役最高顧問就任、天竜市の名誉市民となったそうでございます。はい。ですから私が3歳ぐらいの時ですね、もう本田さんは社長はもうね辞められたんですね。はい。そして1981年、昭和56年、君一等、なんて読むんですかこれ、読めないすいません、まあ交渉受けたね、まあ名誉です、これ国からのやつですね、これね。そして1991年、平成3年には、そうですね、8月5日、肝不全ですかのために逝去ということが書かれてございます。去年84歳ですね、平成3年、正3位勲一等旭日大受賞でいいんですかね、全く縁がないから分かんないですね。 Was awarded senior third rankOf Grand Cordon of the Order of the Rising Sun って書いてますね。はい。もう一個の方はなんていうのね、桜井、わかんない。すいません。すいませんね。はい。まあ、こんなようなことがね、こう、まあ、書かれてございますよ、これね。読み物としてこれはなかなかいいですよね。はい。本田宗一郎語録ということも書かれてございます。本田宗一郎は数々の名言とエピソードを残していきました。ね、S シリーズ開発中の一コマ、こうなんかこう下にね床にこうなんか書いてで話をしてるんですけど、面白いですね。アイデアは人間である、優れたアイデアは優れた人間から生まれると、いうようなことを言ったそうでございます。新しい技術や理論を求める仕事というものは 99% が失敗であると、ね、当社は絶対に他の模倣をしない、どんなに苦しくても自分たちの手で日本一、いや世界一をっていうね、世間で言う悪い子に期待しているというようなことを、ね、本田宗一郎は言ったそうでございます。はい。これね、CBX400F にまたがって、おお、これが新しいやつかっていうような顔をしているような気がするね。はい。そして、藤沢さんと一緒に撮っている写真です ね、まあ、二人三脚みたいな、ね、感じなんですかね。本田宗一郎が物を作って、藤沢武雄が売ると、それを売るというようなことなんですかね。すごいですね。すごい。1963年、F1 マシンの試作車 RA270 にこう、寄りかかってる。どこまで行っても、ね、物を作るっていうね、そこに、あったんですね。うん、ですから、ホンダで働くっていうことは、ね、それを継承するってことですね。うん、だから、さらに高みを目指していく。素晴らしいものを作るんだっていうね。うん、それが、やっぱりね、ホンダなんだってね。車もそうですよね。もし、エンジンがダメなら、じゃあいいや。俺たちはモーターでやるんだ。ね、電気で走らせるんだ。ね、そういうことだと思います。ね、素晴らしいものをね、後世に残していっていただく。ね、でその時その時に最高のものを作るっていうね、過去のものに必ずいいものを作る、それよりもさらにいいものがっていうね、うん、そういうことなんだと思うんですけどね。はい。ということですね、非常にね、見どころのあるところでございます。もちろん他にもね、いろんなものは、自然ももちろんあるんですけど、こういうね、企業のしかもね、ただで入る、これが素晴らしいね、無料で見られるっていうね。はい。でもこうちょっとね、これ NPO 法人でしょ。はい。ちょっといろいろね買っちゃいましたお土産をね、こちらはね、はい、本田さんの方ではね、変わっていただきましたね。はい。そうですね、鈴木さんと、まあ、ヤマハさんはね、違う意味で貢献ちょっとしますんでしてないけどね、はい、感じがいたしますけどね。はい。ということでね、やっぱこれ好きな方にはね、たまんない、やっぱりバイクが好きな方、車が好きな方、まあ、ぜひでね、足を運んで見ていただけると、平日の方がいいみたいですね。やっぱり土日はあるかもしれないです。平日は空いてるみたいなので。ていうか、ほとんど人と会わなかった。来てる人ほとんどいない。ものづくり館は、結局誰もこの、うちらだけ。二人だけでずっと見ただけ、うん。あと、ヤマハの方は、やっぱりね、ヤマハのバイクで来てる人いっぱいいましたよ。なんか、最後出た時に、何台ぐらい止まってたかな ?5 台、6台ぐらい止まって、やっと、ここに来たよ、つって。
来たかったんだよなんて話をされているのをね、聞きましたけどね。うん、鈴木さんの方はちょっと人数制限をしてるみたいで、予約っていう形でね、やってるみたいなんで、あれなんですけど、まあ少ない人数でね、まあゆっくりで、まあちょっと時間的にあんまり余裕がなかったので、まあパーってね、動画撮りながらパーって行っちゃいましたけど、一台一台ね、ゆっくり見て、本当に見どころがある、満載っていう感じがしますけどね。うん。はい。ということで、私が言うのもなんですが、よろしければですね、一度足を運んでですね、うおーと顔をね、ちょっとこう感動していただきたい。おーすげーみたいなね、ことでございました。ありがとうございました。